はい、長野独裁が進みます。岸和田市役所前です。これ岸港ですね。これ正面玄関なんですよ。でもう建て替えをするんだけど、これ見てください。この場所は駐車場ではございません。障害者用駐車場って書いてますけどもね、ここは、例えば公用車なんかが乗るときにちょっと止めたりはしますよ。例えば市長が来たとか帰るとか、来賓が来たとか帰るとかね、その時に一定は止めたりするんだけど、普通はこんなところに車止めませんわ。これ見てください、郵便の車、それは分かりますよね。何の問題もございません。隣ですよ、この車、神戸327の1717、これ結構長いこと止まってますね。ほんでこれなんやねんと思ったら、市長の来客やということなんだけど、C-180 ね、こんなことを許してええんかと。市長の友達やったらこんな人が止められへん、こんなとこへ止めてええんかということですよ。見てください、岸和田市役所のね、こんな玄関のそばに。この人足悪いんやったら別ですよ、そうじゃないんであればですよ、まあ足が悪いんであればこんなとこ設定、この郵便局の車止めてあかんことになりますしね。そうであるんやったら、市長の来客であろうが何であろうが、公用車の駐車場、また市民が止めるようなところがすぐ真横に駐車場があるわけですから、そこへ止めるべきじゃないんですか。このようにベンツ乗ってるということは多分まあお金持ちなんでしょう。ひょっとしたら維新の支持者でね、でしかも多大なお金を運んでくる土建屋かも分かりません。だからこそこのナンバーも晒して、どこの誰か分かりませんけども、また情報があればお待ちを申し上げたいと思います。